様の毎日描くこの絵は本当に美しいわ。彼の壮大な愛を感じる。私への、あなたへの。この世界を作った神様が？私なんか見えないはずよ。存在すら知らないわ。全能の神はいい人のことは愛しても、私なんかは愛してない。リベカ、あなたも彼と一緒にいてほしかった。預言者イエスのこと？もうサフィラったら。彼のお話してくれる？うん、お話しして。いいわよ、入って。初めから話しましょう。イエスに会った時？いいえ、イエスの話を理解するには最初の最初から話さなくてはいけないわ。聖書にはこう書いてあるの。初めに神は地球とすべての植物、動物、鳥、海の生物を作られた。最初の男を作り、鼻に命の息を吹き込まれた。最初の男はアダムと呼ばれた。神は言われた。男が一人でいるのは良くない。ふさわしい伴侶を作り助けてやろう。神はアダムの肋骨を一本取り、そこからイブという名の女を作られた。アダムとイブは神と一緒に暮らす美しいエデンの園を与えられた。神は彼らと共に歩き話した。苦しみも抑圧も死もなかった。神はアダムに言った。園のどの木から実を食べてもよいが、善悪の木だけはいけない。その実を食べればお前は死ぬ。しかしある日、サタンはイブを誘惑した。彼女は実を取りかじった。そして彼女と共にいた夫にも渡し、彼も食べた。アダムとイブの裏切りの行為は園の調和を破壊した。男と女の、彼らと神との調和を。男は苦しい労働の人生を、女は一層苦しい出産と夫に支配される人生を与えられた。しかし同時に神は約束された。女の種が、子孫がいつか蛇の頭を砕くと。聖書には、慈悲深き神は自ら作られた世界に調和と栄光を復活させると書かれている。神はこの計画の一部を預言者アブラハムに示された。アブラハムは神を信じ崇めていた。神はアブラハムを祝福し、すべての国の人々が彼を通して祝福されることを約束した。ある日、神はアブラハムを試した。息子を生贄に捧げろと命じたのだ。アブラハムは、神の約束した世界中に繁栄するはずの多くの子孫はこの息子を通して与えられるはずと知りつつ、神を信じ従った。神は叫んだ。アブラハム、愛する自分の息子を差し出そうとしたお前は従順である。近くにお羊を見つけたアブラハムは、息子の代わりにそれを生贄として捧げた。神が
アブラハムの息子の代わりにお羊を与えたことは偉大な計画の象徴だった。この計画は罪と死の呪いを解き、男も女も神との親密な関係を修復するものとされた。ナザレという町にヨセフという男と結婚を約束した一人の処女がいた。彼女の名はマリア。主は汝と共にあり、祝福を与え、恐れるな。神はお前を慈しまれた。お前は身ごもり男を産む。その子をイエスと名付けよ。私は処女です。そんなわけが。聖霊が訪れ、神の力がお前を覆い尽くす。身ごもる子は偉大なものとなり、意図高き者の息子と呼ばれるようになる。お前の老いた親戚のエリザベスも子を産む。不妊と言われた彼女がすでに6ヶ月目である。神に不可能はない。私は神の召使いです。あなたが仰せの通りになりますように。マリアはいとこのエリザベスの家へと急いだ。エリザベス。マリア。いとこのマリア。ああ、本当なのね。あなたは本当に祝福された女性よ。身ごもる子も祝福されているわ。本当に素晴らしい。主の母親が訪ねてきてくれるなんて。あなたの声を聞いた途端、お腹の子が嬉しくて飛び上がったの。主を賛美します。私のような卑しい召使いを神が覚えていてくださるなんて本当に光栄です。人々は私を祝福されたものと呼ぶでしょう。イエスはベツレヘムの町の家畜小屋で生まれた。親戚の家に彼らの居場所はなかったからである。大勢の天使たちが彼の誕生を高らかに宣言した。割礼の時が来ると、赤ん坊は神は救いたもうという意味のイエスと名付けられた。マリアとヨセフは神に子供を見せるために神殿に行った。彼女の話を聞いた時、イエスは並外れた預言者になると思ったわ。天使がイエスを意図高き者の息子と呼んだのはなぜ？まさか神様が女と関係を持ったわけじゃないんでしょう？いえ、そういうことじゃないわ。いい？マリアは処女だったの。イエスの受胎は神の御霊が起こした奇跡。神に不可能はないの。信じられない？彼の受胎は奇跡なの。母親は普通の女性だけど、イエスは特別な方だったわ。罪を悔い改めよ。洗礼を受けよ。神は罪を許してくださる。神は自ら明らかにしたの。エリザベスの息子、洗礼のヨハネがヨルダン川で人々に洗礼を行っていた時、私は水で洗礼するが、私よりもはるかに尊い方がこれから来る。私は彼の靴の紐を解くにも値しない。
彼は聖霊と火で洗礼を与える。その方は隙を手に持ち、麦の実を得り分け、彼の蔵に取り入れるのだ。その時、聖霊が鳩の姿でイエスに降りてきた。そして天からの声が響いた。お前は我が愛する息子、私はお前を喜ぶ。洗礼の後、イエスはその地方を教えて回ったが、その言葉は異言に満ちていた。マリアの息子でしょ？そうよ。静かに。主の御霊は私と共に。主は貧しき者に喜びの知らせを伝えんと私を選んだ。囚人を解き放ち、盲人に光を取り戻し、虐げられた者に自由を与え、主が彼の民を救う時が来たことを知らせるために。言葉に力がある。この言葉は今日成就した。この瞬間に言葉が成就した。メシアにしかできないことじゃないか。どうやって判断する？彼の言葉は多くの人を驚かせ、彼の奇跡は多くを信じさせた。あいつだ。また始まった。あれは？ナザレからの先生。イエスよ。こんにちは。こんにちは。あっち行って、邪魔よ。先生、構わないでください。彼女を見るだけでも汚れます。マリアよ。我々に何の用だ、ナザレのイエスよ。お前が誰かは知っている。聖なる神のものだろう。静まれ。悪霊どもよ。死んだのか？殺しちゃったわ。触ろうとしてる。まさか聖なる者はそんなことをしない。マリア、アブラハムの娘よ。生きている。奇跡だ。一体何者だ。悪霊まで彼に従う。奇跡だ。奇跡だ。信じられない。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。
から私は彼についていった。神が喜ぶ道を行きたかったから。何年も蔑まれてきた私にイエスは誇りを与えてくれた。彼の力が悪霊を追い出してくれたの。大丈夫よ、サフィラったら。ダイナ、イエスの説教を聞き多くの奇跡を見たでしょ。はい。ならなぜ全てを捨てて彼についていったか分かるわね。私だけじゃなかったわ。肉体的にも精神的にも飢えていた私たちを神へと導いてくれる人が必要だった。長年の失望とあがきから多くの人は希望を失っていた。だけどイエスが行くところはどこでも希望に満ちていた。あれは誰なの？若い人よ。未亡人の一人息子。若者の起きよ。偉大なる預言者が現れた。神は民を救いに来られた。自分を愛する者を愛したからといって祝福を受けるだろうか。悪人でも自分を愛する者は愛す。自分に良いことをしてくれる人に良いことをしたからといって祝福を受けるだろうか。悪人でもそうするではないか。彼女に触るなんて。話しかけたぞ。けがわらしい。いや、敵を愛しなさい。親切にしなさい。そして見返りを求めるな。すると大きな報いがある。意図高き神の息子となるからだ。恩知らずにも狡猾な者にも神は親切にする。慈悲深くあれ。父が慈悲深きように。イエスは教えた。神は最も罪深き者でも滅ぼす敵としてではなく、神の群れに呼び戻すべき迷える羊として扱ってくれる。例えば何世紀もの間忌み嫌われた冒涜的な伝統を持つ混血の人をも神は愛するのだと。イエスがサマリア地方を旅して私たちは初めて分かった。なぜあの女を避けるんだ。彼女はサマリア人だからな。さあ食べ物を買いに行こう。先生を待たせたくない。水をもらえるかな。ユダヤ人ですよね。サマリア人の私に水をくれというの。神の優しさと私が誰であるかを知れば、あなたは命の水を私に乞うだろう。でも井戸は深く汲む器もないのに水をくださるのですか。先祖のヤコブがこの井戸を掘りました。彼と子、
家畜たちも飲みました。あなたはヤコブよりも偉いのですか。この水を飲む者はまた乾く。でも私の水を飲む者は乾くことがない。その水は泉となり、永遠の命が湧き続ける。ならそれをください。乾くことがないように、水を汲む必要がないように。あなたの夫を呼んできなさい。夫はおりません。そう、あなたには夫がいない。5回も結婚し、一緒に住む男は夫ではない。あなたはありのままを言った。あなたは預言者ですね。私の先祖たちはこの山の上で礼拝しました。でもあなたたちユダヤ人はエルサレムで神を礼拝するべきだと言います。女よ、信じなさい。この山もエルサレムも関係なく、父を礼拝する時が来る。あなた方は真実の神を知らないが、その時は来る。もうすでに来た。神の霊の力により、人々は父をありのままに、彼が望むように礼拝を捧げるようになる。神は霊であり、その力を通してしか本当の礼拝はできない。あの女だ。話しかけてもいいのか。誰だか分かっているのかな。知っています、救世主が来ること。その時彼は全てを明らかにするのでしょう。私がそれだ。召し上がって。私はあなたの知らない食べ物を持っている。誰も食べ物渡していないよな。その食べ物は私を使わした方の意思に従い、与えられた仕事をすることである。作物は実り、収穫を待つばかり。サマリア人にも教えるのか。町の人々はイエスにここに留まり教えてくれるように懇願した。滞在中に多くのサマリア人がイエスを信じた。心配することで寿命を延ばせる者はいるか。それができないのなら小さなことでなぜ思い悩むのか。ユリをご覧、その姿を。働かず糸も紡がない。でも栄華を極めたソロモンでさえこの花ほどに美しくはない。神が明日は火に投げ込まれる草花をこんなに飾るなら、あなたをどれだけ着飾ってくださるだろうか。信仰の薄いものよ、信仰を強くしてください。からし種ほどの信仰があって、この桑の木に歩いて海に根を張りなさいと命じれば、それに従うだろう。罪への誘惑は必ず来る。だが誘惑する者は災いだ。
この小さな者たちを惑わすくらいなら岩を首にくくりつけて海に沈められた方がマシだ。神の王国とはどんなものか。それはからしの種を畑にまき、それが木に育ち、枝に鳥の巣を作らせるようなものだ。何の話か全くわからん。修税人や罪人たちと一緒に飲み食いしていいのか。罪人。健康なものに医者はいらない。病人にこそ必要だ。私は善人のために来たのではなく罪人のために来た。あの方の服に触りさえすればきっと治る。誰が触った？誰かが私に触れた。力が私から出ていったぞ。苦しんできました。治療のために財産のすべてを使い果たしました。でもあなたの服に私の指が触れた時癒されたのです。娘よ、あなたの信仰が癒したのだ。平安が共にありますように。娘って呼んだの？そう、私たちの法律では汚れているとされた女の。誇りを取り戻してあげたのね。何がこれほど癒したのかしら。イエスの霊力、思いやり。恐れるな子羊よ。父は喜んで王国を与えよう。財産を売り貧しい者に与えなさい。枯れることのない財布を手に入れ、天に宝を蓄えよ。最も安全な場所に。そこには泥棒もいない、蝕む虫もいない。本当の宝は心にあるのだ。女よ、あなたの病は癒された。見て、治ってる。奇跡よ。見て見て、治ってる。こっちに来て。また奇跡だ。たたえます死ぬよ。18年間よ、神のご加護を。働いていいのは6日間だけだ。癒されたいならその間に来なさい。安息日は守りなさい。偽善者も、安息日であろうとロバの手綱を解き、納屋から出して水を飲ませるだろう。ここに18年も悪魔に囚われているアブラハムの娘がいるというのに、安息日に自由にしてあげてはいけないというのか。
貫通者め。先生、この女は3つの現場を抑えられました。モーゼの法によれば、そのようなものは石打ちの刑に処すとあります。そうだ、ボコボコにしろ。石打ちだ、殺せ殺せ殺せ。バイター、殺せ。どうすべきかな。二人の証人もいます。この女をどうすべきでしょう。この中で罪を犯したことのない者が最初の石を投げなさい。女よ、どうした？咎める人はまだいるか？います。なら私もあなたを咎めない。罪のない人生を送りなさい。確保して。肩車だ、見えるか。エッソモだ。法を破っている。安息日に罪人と戯れるとは。このまま放っておけば信者は増えるばかりだ。ローマの役人が黙っちゃいない。神殿を失ってしまうぞ。彼らはイエスを訴えられず、群衆も止められず、ただイエスの自分が救世主であるという言動だけは許されないと決議した。そして協力者も見つかった。イエスは弟子たちとオリーブ山で祈っておられた。主はその夜心を痛めておられた。なぜ寝ている？起きよ。誘惑に負けないよう祈りなさい。キスをしながら人の子を裏切るのか。先生、切りつけましょうか。さあ、連れてけ。やめないか。剣や棍棒を持って私を捕まえに来る必要などないだろう。私は毎日神殿にいたのだから。夜に来るのか。闇に頼る者たちよ。
逮捕しろ。友達に裏切られたの？弟子の一人に？私たちの仲間で信頼してた人よ。よく見張れ。その夜、見張りたちは彼をバカにし殴った。誰が殴った？当ててみろ。予言しろ。次は誰が殴る？やめろ。やめんか。審議に連れてこい。答えよ。お前はメシアか？言っても信じないだろう。私が質問しても答えないだろう。しかし今から人の子は全能の神の右に座ることになる。ならお前は神の子か？その通りだ。神を冒涜したぞ。これ以上の証拠もいるまい。その言葉を聞いたろう。無罪だ。確かにこの耳で聞きました。いや、じゃあ次第にすべきだ。ピラトのところに連れて行こう。どうだ、こっちだよ。彼らはイエスをローマの総督ピラトの前に連れ出した。ピラトは何千人も処刑してきた冷酷な支配者だった。何の騒ぎだ、こんな朝っぱらから。この男は我が民族をたぶらかしているのです。神殿の市場で騒ぎを起こしました。不届きにも皇帝に税金を払うなと言い、自分が救世主で王だと。王だと？お前はユダヤの王か？その通りだ。皇帝以外の王などいない。我らの法によれば、自分は神の息子だと言った彼は死罪です。この男は死罪に値しない。鞭打ちの刑に処し、自由にしろ。自由にしたら皇帝に背くことになるぞ。処刑しろ。そう、処刑しろ。お前とお前、鞭打て。王だと名乗る者は皇帝への反逆者だ。処刑しろ。彼は無実です。処刑しろ。
らは何も分かっていないのです。あんた、メシアじゃねえのか。自分と俺らを救えよ。神が怖くないのか。同じ仕打ちでも彼は罪を犯してない。私を覚えていてください。王となられた時に約束しよう。今日あなたは天国にいるだろう。正午近く、辺りが3時間も暗くなった。父よ、その御手に魂を委ねます。彼は本当に正しい人でした。宗教審議会の一人でイエスの告訴に加わらなかったアリマタヤのヨセフという男がいた。彼はピラトに許可を取り、安息日が始まる前に近くの墓にイエスの遺体を運んだ。お許しを、主のそばについていたいのです。よくいらした。しかし間もなく安息日だ。なぜ殺されたの？神の子なら死なないはずじゃない？私もわからなかったわ。なぜイエスは悪魔も死をも超越していたのに拒むことをしなかったか。彼をメシアと信じて3年間を共に過ごしたのに、いなくなってしまった。途方に暮れたわ。悲しい話ね。でも結末は素晴らしいのよ。イエスの処刑から3日目の日曜の朝早く、私たちは遺体に塗るための香油を持って墓に戻った。岩がどかされてるわ。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、聞いて。岩がどかされて、中には主の遺体がなかったの。遺体が墓から盗まれてどこかに行ってしまった。主の遺体がない？見てきて。
墓を調べたペテロは弟子たちのもとへ帰った。けれど私は墓の外にいて泣いていた。兵隊が取ったんだわ。パリサイ人かも。私たちの希望を奪って、遺体まで奪うことないのに。なぜ泣いている？我が主の遺体が奪われてどこにあるのかわからないのです。女よ、なぜ泣いている？誰を探しているのか。お願いです、遺体を運んだのなら取りに行く場所を教えてください。マリアよ。先生。私にしがみついてはいけない。父のもとへこれから行くのだから。主よ、生きておられたのですね。帰ってこのことを兄弟たちに伝えなさい。見捨てなかったのですね。神はいてくれたのですね。伝えよ。主は生きてたわ。主はメシアだった。生き返ったの？そう。どうやって？彼は死を超えていたの。なら何で死んだの？死を支配するためよ。その日は分からなかったけど、イエスはその後何回も現れては教えてくれたの。その何百年も前から預言者たちは救世主が苦しむことを聖書に記していた。イザヤは記した。我らの罪のために刺され、我らの悪のために砕かれる。彼の罰を通して平和が訪れ、彼の傷を通して癒される。モーセは告げた。木につられし者は神に祟られる。イエスが十字架にかけられた時、私たちの、私の罪と死を背負った。彼の犠牲と復活は私たちを悪から解き放ち、闇の力から救い、恐れと恥の人生を終わらせた。この祝福は神がアブラハムに約束したもの。全世界の人が彼を通して祝福されると。全ての人？女性も？イエスはアブラハムの娘よと私を呼んだ。あなたも愛しい娘、祝福したい娘。12年も血を患った女や、私のように恐れや恥の中で生きなくていいの。惨めな思いをしなくていいの。イエスは言われた。主の御霊は私と共に。主は貧しき者に喜びの知らせを伝えんと私を選んだ。囚人を解き放ち、盲人に光を取り戻し、虐げられた者に自由を与え、主が彼の民を救う時が来たことを知らせるために。イエスは誰にでも汚れているとされた病の女性にも触れ癒した。子供も男も女も
金持ちも貧しい人も、高潔な人も罪人も自分の大切さを教わった。それは彼の大きな愛の証。人を癒した、悪霊を追い出し悪魔の支配から解放した。それは全ての霊と魂を支配する権威の証。イエスは多くの人を死からよみがえらせた。それは彼の死をも超越する力の証。イエスが十字架に貼り付けにされた時、悪魔や悪霊たちは勝ったと思ったけど、イエスは死からよみがえり、全ての悪の力と死に勝利した。じゃあメシアだったの？全能の神から送られた約束のメシアでなければ、イエスのあんな奇跡は不可能よ。そう、あれだけ思いやりにあふれ、力があって正直な人だからこそ、イエスは私たちが自分を捧げるに値するの。世界の初めには、男と女は神と共に喜びに生きるように作られた。でも彼を信じず、掟に背いた。そして神と男女の間の親密な関係は断たれてしまった。私たちもこの罪を犯し続けている。罪を犯さない者はいないとあるように、罪の報いは死と神からの断絶。しかし断絶が続き、私たちが不安と劣等感の中で生きることを神は望んでいなかった。神はアブラハムの息子の代わりにお羊を与えてくださったように、我々の代わりにイエスを与えてくださった。イエスの人生、死、そして復活は彼に従う人たちの神との関係を回復してくれる。この神との親しい関係は死んでも続くもの。隣の十字架の犯罪者は死を前にしてイエスを信じ、今日あなたは私と天国にいるだろうと約束された。イエスを信じる人は罰から救われ、神と永遠に生きることになる。どうやって？彼の心に従うの。私なんかダメよ。マリアも私も受け入れてくれた。知りようがないわ。信じるの。お願いして話しかけるの。父なる神様、あなたは清く正しく、罪人である私も愛してくださいました。イエス様に心から感謝します。私の辱めと罪とを砕き、私の代わりに死んだことに感謝します。私は永遠の主に従います。私を許し受け入れてくださりありがとうございます。アーメン、アーメン、アーメン。ありがとう、ありがとう。イエスは言われた。我が羊は我が声を聞く。彼らを知ると彼らは従う。彼はあなたを知っているわ。そして愛している。これは永遠の関係の始まり。彼を知り、信ずるほどに育つの。彼の言葉に生きることで、信じて祈ることで、信じる仲間と交わることで、そして彼が言ったように他の人に伝えるの。主の祝福あれ。
天と地におけるすべての権限を持っている。行け、世界中に教えを届け、父と子と聖霊の名により洗礼を授け、あなた方に命じたすべてのことに目を向けさせよ。私は世界の終わりまであなたと共にいる。